おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン、ムキ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 、フォルテ先生のお時間です。本日は絶対にやるな、ついやりがちなピアノの無駄な練習トップ5ご紹介していこうと思いまっちょ。絶対にやってはダメです。皆さんやりがちだと思います。今日はその中でもね、僕が経験した中で、ああこれはやらなかったらよかったなっていうのをトップ5にしてみました。これ以上にもたくさんありますので、まあ参考程度にしてもらえたらなと思います。それではまず一つ目、間違えた音で練習。え、どういうこと、どういうこと。こういうことです。間違えた音で練習する人が多いんですよ。例えば曲の和音を弾くときに、その和音の中の音が間違えてる場合が多いです。例えば革命とかでも、これをなんかちょっと間違えちゃってミ弾いちゃって、こういう感じ、こっちだけど、こういうこと。例えばこれを、例えばちょっとなんかあの指が当たっちゃったままでの練習あるよね。先生からそこ音間違いしてるよっていうね、これは絶対にやってはダメです。今一度音を確認しながら練習していきましょう。2番目、巻き巻き、指使いを決めないまま練習。そこのあなた、あ、自分のことだと思ったね。こういうことです。音階を弾くときに指使いを決めないまま1、2、1、2、1、2、1、2とか1、2、3、4、5、あ、やべ、どうしようどうしようどうしよう、こういう感じのまま決めずに練習してる方多いんですよ。特に難しい部分とか弾けなくなる場所になると、みんな自分の指使いで勝手に適当にやっちゃってて、どんどん弾けないまま時間が過ぎていきます。音階とかで特にね、起こりやすいからね、みんな気をつけてみてください。指使いを今一度確認して練習してください。今弾けないのはね、本番でも絶対に弾けませんっていうわけですので、指使いはすごい大切です。先生も過去に指使い適当にしてからもうぐちゃぐちゃになったことがあります。それはやっぱり音階の指使いを決めないままの練習だったりします。ですので皆さんも気をつけてね。それでは3つ目、向き向きゴリ、計画を立てずに練習。はいはい、これこれ、あなたのことです。え、どういうこと。今日はこの曲を練習するぞって言って、めっちゃ練習しますよね。明日は新しい曲を練習しようって練習しようとしますよね。だけど実際やるのは昨日やったのと同じ曲。計画を立てなくて練習してしまい、何回も同じ曲を練習してしまい、全然他の曲が上達しない、これありますよね。これは避けましょう。それでは4つ目、曲の最初ばかり練習。あるある、これどういうこと。こういうことです。まあ先生ね、有名曲でねちょっとやってるけど、例えばこのラーカンパネラとかを練習するときに、もう最初のここばっか練習、違う、ここばっか練習して最後の難しいところは弾けない。あ、弾けん、ああ、やっぱ最初から練習しよう。あ、
法だった危険。そうです、それは最初ばかりやってるから、それが原因なんです。全体をきちんと練習しましょう。最初ばかり練習しないでください。最初はみんな練習始めからね、やるとき、あ、今日練習しようって楽譜開いて最初からやるのね。そしたらもう最初ばかり上達してしまうので、ちゃんと最後も練習してあげてください。そして最後に5つ目、向き向き3、4、向き。はい、これ5つ目は4つ目とちょっと似てるんですけども、同じところばかり練習。まあね、さっきは一番最初から練習って言ったと思うんだけど、この同じところばかりっていうのはここだけ。うん、違う、するのではなく、わかりましたか。はい、全国のピアノを教えている先生方と、そして習わさせてあげている保護者様、僕に感謝ですよね。嘘です、すいません。というわけでね、全国のピアノをやってる人たち、このようにして効率よく練習していきましょう。もしも無駄な練習がしたいって方は、このまま引き続き無駄な練習をしましょう。音楽、ピアノっていうのはほとんど楽しむものです、音楽自体は。ですのでね、自由にやっていってください。別に無駄に練習してるって悪いことじゃないんですよ。普通に本当に僕も昔はなんかただ単に同じところを繰り返して弾くのも楽しくてやってたこともあったので、まあ効率的に上手になることはないけど、楽しむことはできるので、まあ参考程度にやってみてください。というわけでバイバイ。見てくれてありがとうね、よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソゾマッチョ、マッチョマスマスボーイ、マッチョ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 が大好きです。